強さ長持ち、タフ8、デュエル TX8 登場。新強力 T 原子をデュエル独自の親密編み製法でタイトに仕上げることで最高峰クラスのスペックを実現。ラインの編み込みをタイトにした親密編み製法により強度・耐久性が向上。これによりライントラブルが低減され、大物との長時間ファイトにも安心して対応可能。また各ラインを同じ条件でキャストし、使用前後の結節強度を測定したところ、従来 PE より強度の低下が少なく安定して高い強度を維持。まさに強さ長持ち。構成繊維を太くした新強力 T 原子を採用することで毛羽立ちにくくなり、従来 PE に対しライン全体の太さは変わらず、耐摩耗性は約3倍にアップ。ガイドや沈み根の擦れに強くなり、どんな場所でも魚とのファイトを優位に進めることが可能に。三つ編みながら張りや腰を感じさせない柔軟な質感でノットを組みやすく、操作性もアップ。エギングやキャスティングゲーム、船からのバーチカルゲームなど、さまざまなジャンルに対応する TX8 は 0.6 号から8号までをラインナップ。ね、これ3日間投げ倒した後、全く何も、ノーメンテなんですけど、このラインのこう深淵がこう保たれているので、くるくるってねよれてるこうね、見た目がこう確認できない。まあ、あの3色に絞ってね、エッギングに特化したカラーリングで視認性が良いので、糸さばきとかのね、時に、使いやすいです。あとはこうね、マズメ時にも自分のこうライト当てた時にね、ラインがパッと分かるので、すごく使いやすかったです。リーダーとの結束ですよね。リーダーとの結束の時の強度っていうのがすごくアップした感じがします。エギングではすごく大切になってくるんですけども、ラインが水面に浮く状態ですね、フローティングラインになっています。エギを操作している時もすごく、扱いやすくって、ライントラブルとかも全くない状態で今まで使わさせてもらってますんで、ぜひ皆さんも一度使ってみていただければ分かると思います。僕のやっぱり釣りのスタイルの中で P ラインに求めるさらなるアップグレードっていう部分においては、やはり耐摩耗性なんですよね。4本寄りじゃなく8本寄りなんだけども、その原子の一本一本の編み込みパターンも変えつつも、原子の一本一本を太くしてるっていうところがね、これからのまた新たなその P ラインの可能性っていうのをね、僕はこの TX8 に感じてますよ。あとはやっぱりこう着底感だったり、まあ操作性だったり、そのキャスタビリティ、要はキャストの時の非常にスムーズな放出なんかっていうのもね、体感として向上してる感じはもちろんしますね。これまでずっと、まあ、私も長くこのライン開発に携わっていろんなテストもしてきてるんですね。で、いつも言うことなんですけども、まあ、もちろん強度が強いっていうことはまあ前提に置かないといけないんですけど、やっぱりこの使いやすいラインじゃないとやっぱ意味がないんですね、いくら強くても。なので強さの中にそういったものを求めるんじゃなくて、また釣り人が使った時に使いやすいラインっていうのが、これまで、まあ、私からもそういうことを言ってたんですけど、そういうラインがやっと完成したかなという感じを受けました。なので、まあ、これからですね、いろんなそのジャンルの釣りが大型魚まで全部使えるので、もうぜひ一度ですね使ってみていただいたら、そのいう感じをですね言ってることが分かるような気がしますけどね、はい、非常に使いやすいですね。使いやすいラインというのが、まあ、合ってるのかなと、言い方としてはですね、そういうふうに感じます。はい、 P ラインのニューフラッグシップモデル、デュエル TX8、 ぜひお試しください。